さん、チョキ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 テープ、ペタ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 、つくつくって遊ぼう。みんなこんにちは。今日はペットボトルと新聞紙を使って大陸間弾道ミサイルを作っていくよ。カッターでペットボトルの上の部分を切り落としていきます。反対も切っていきます。色画用紙を緑色にしようかな。緑色を貼っていきましょう。ペッタンペッタン、飛び出している部分を中に入れていきます。反対側もよいしょ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 、きれいに貼っていきます。ここまでできたら次に翼を作っていきたいと思います。ペッタン、こっちもペッタン。うん、この大陸間弾道ミサイルに乗る2人のパイロットを紹介したいと思います。ロシアの種馬チープン先生、そして親の七光キム・ジョン・ウン先生、この2人を乗せていきたいと思います。ペッタンペッタン、うん、これが炭疽菌、劣化ウラン弾、核爆弾、劣化ウラン弾にしようかな。ペタンと貼って、この頭にくっつければ兵器が乗ったよ。目的地となるアメリカという文字を書いたら、ここに飛ぶことができます。ぐるぐるっとくっつけていきます。輪ゴムをクロスしてキュッとやると、でテープでこの端の方に留めて、余っている割り箸をテープで留めます。このように輪ゴムがしっかりと伸びることを確認したら、大陸間弾道ミサイルの完成です。それじゃあ早速遊んでいこうね。さあうまく飛んでくれるかな。いけいけ、あれ、いっと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 。チャンネル登録はボタンをクリック、もしくは動画説明欄からチャンネルを登録してくれ。 LINE スタンプも発売中だ。みんなどんどん使ってくれよな。